速報久保、武房、プレミアリーグトッテナム移籍でソン・フンミンとコンビ結成へ。ソシエダに所属する日本代表ミッドフィルダー久保、武房にプレミアリーグのトッテナム・ホットスパーが興味を示していることが分かった。トッテナムは来シーズンに向けて、攻撃的な選手の補強計画を進め、その目が久保に向けられていると報じられている。トッテナムは、22歳のアタッカーに対して、5000万ユーロ約85億円のオファーをすでに提示したという。何が悲しくて弱小リーグプレミアの雑魚クラブに宮コーチせにゃならんのだう。トッテナムはいろんな選手を見てるけど久保も見てるから目があっただけだろ。最近全然活躍聞かないけど、フンミン兄さんと重ねてるのかう。プレミアは一番合わないでしょ。ただでさえジャッジに左右される選手なのに、ビュー稼ぎのフットボールチャンネルはなくなっていい。プレミア来てもコロンコロンされるかよっこいしょされるだけだろう。久保くんはすでにサブになってるんだから、チームのレベル落とさなきゃダメだろ。ソン・フンミン残りはマネーで味を占めたか？だからチャンピオンズリーグにすら出れないんだよ。チャンピオンズリーグ出場の可能性で言えばソシエダの方が高いんじゃねえ。久保は移籍とかも正しく判断できそうだから、どういう選択をするか楽しみだいな。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメント、よろしくお願いします。